はい、おはようございます。こちら、こんばんは。レオジンと申します。今回はザ・ジャイアントというマップで、ジャガーノグの確保と、パッカーパンチのやり方を、教えていけたらなと思います。よろしくお願いいたします。ザ・ジャイアントなんですけども、まあ、ここのマップは、まあ、知ってる人は知ってるデアリーゼの、リメイクマップですね。まあ、特に仕掛けも何も変わってなくてですね、まあ、比較的、ゾンビが苦手な方でも楽しくゾンビができるような、まあ、初心者向けマップとなっております。まあ、ここにパッカーパンチありますけど、ここの扉が邪魔だと、だからこの扉開けようぜっていう話ですね。まあ、早速やっていきたいんですけども、まあ、これあくまでも僕のやり方で教えていくんで、まあ、他にもいいやり方とか効率のいいやり方があれば、ぜひコメント欄で教えてください。最初なんですけども、4ラウンド内に、初期部屋で、8000ポイント、貯めるように、頑張っていきましょう。まあ、ソロだったら8000ポイントぐらい貯まると思うんですけど、まあ、この初期マップで、まあ、4ラウンドまでに、8000ポイント。まあ、理由はいろいろあるんですけども、限りなく、運が悪くなければジャガノが伸びるんで、8000ポイントで。パークの位置がこのマップランダムなんですよね。パークの位置は分かっ、ね、固定なんですけども、パークのそのなんていうの、種類が本当にランダムなんで、例えばパークの位置はあそこにあるんですけど、あそこがジャガノだったりリワイブだったりミュールキックだったりスピードコーラだったりするんですよ。今回はあそこはダブルタップですね。まあ、といった感じで結構ランダム要素強くて、一番マップの端っこにジャガノがあるなんてこともあるんで、まあ、それをなるべく防ぎたいので8000ポイントですね。さまざまな可能性を秘めてるこのマップなんで、本当にマジで運悪かったら一番遠かったりしますからね。自分も何回か経験したことあるんですけども、遠くねみたいな。まあ、なんで、しっかりと、ポイント貯めていって8000ポイントまで頑張っていきましょう。残り6000ですけど。お、いいね、マクさん。途中でカンプーンが出たらかなり辛いですね。途中でカンプーンが出ないように祈る。まあ、ここも運が絡んできますね。さあ、なんですけども、なぜナイフキルしてるのっていう話ですよ。まあ、それはなぜかと言いますと、ゾンビの最後のとどめをナイフで倒すことによって、ポイントが130ポイント入ります。ボーナスでね、130入るんで、まあ、普通に倒すと50ポイントなんで、まあ、明らかに、ね、ポイントが増えるのがお分かりいただけますよね。もう倍以上のポイントが手に入るんで、ダブルスコアが出たら楽だね。ほんとこうナイフで倒すと200、ちょ、当たれやお前、当たれやお前。あー、出た。これですね、自己要因の一つ、カンプンです。近接やってる時にカンプンが出て400ポイントしかもらえないパターンですね。非常に辛いです、これは。これ非常に辛いです。一応ゾンビの体にも倍率があるんでね、なるべく倒したいんだったら上半身狙っていきましょう。下半身打ってもナイフで一発で死なない時がありますね。まあ、死なないんですけど。おっと、腕に当たったか今の。しっかりとナイフでね、キルしていきたい。ゾンビの足が速くなったんでラスト1ですね。さあ、僕は個人的にはこっちから開けていきます。人によってやり方は違うんで、まあ、自分に合ったやり方でやっていきましょう。僕は必ず左からいきます。今回ここはリバイブですね。パークの位置はあそこです。ここもジャガノの時あります。ちなみにデアリーゼの時は初期ジャガノはあそこでしたね。あそこにジャガノがありますよ、上にジャガノ。じゃあ、どこで電源つけていきましょうか。こちらですね、電源つける場所は。電源つけることによって、ウィーンガチャーンみたいな感じで。扉開けて、で、ここはミュールキックと。パークの位置は固定です。ただ、パークが、そこに何のパークがあるかはランダムです。ね。じゃあ、早速、パッカーパンチしていきましょう。パッカーパンチ、このメインフレームをリンクするっていう、テレポーターで、クリックしても、クリック違うし、四角ボタンを押してもらうと、こういう風に左上に、腕時計が、腕時計じゃねえや、これね、懐中時計か。懐中時計出てくるんで、30秒以内に真ん中のテレポーター、あそこに、こっちに向かって、リンクすると、1段階終了。扉が開きます。3分の1が終わりましたね、今ので。で、ここ、メインフレームを成功すると、アイテムがランダムで出てきますが、
まあ、アイテム何度も出てくるよって感じですね。まあ、マックスアーモが出てきたりインスタキルだったり出てきます。あんまり任せない方がいいかもしれない。で最後のパークがあそこですね。パークの位置がここ、今回たまたまスピードコーラーです。ここが1、そして、2で、先ほど端っこにあったリバイブが3で、ここがミュールキックの4、そして上のジャガの5、まあ5箇所ですね。あとここにもパークがあるんですけども、それは謎解きをやらないと出てこないので今回は、スルーさせていただきます。まあ隠しパークみたいなもんですわ。そして2個目のメインリークへメインフレームにリンク、ここは距離近いんで、まあ迷わなければすぐ行けますね。迷う理由ねえな、ここ隣だしな。まあ、走ってってもらって OK、 リンク完了。あ、死んだな。あそこ当たるとね、ゾンビ死んじゃうんですよね。よし、じゃあまあとりあえず、そうだな、どうしましょうかね。まあ、ジャガンド飲むか。じゃあ、あれを3回やればいいんで、まあ、残りあと1回やればパッカーパンチができると。だけど比較的パークのジャガノの距離も近いですし、改造も比較的簡単なんで、まあ、故に初心者向けマップですね、ここは。まあ、ゾンビのトレインとか練習するのとだったりとか、まあ、武器レベルだったり、まあ、経験値上げるんだったらこのマップが一番楽ではありますね。まあ、じゃあとりあえずちょっとゾンビの数が落ち着くまでカットで。はい、ということでゾンビの数が落ち着いたんで、最後の、メインフレームをリンクしに行きたいと思います。マップの構造も結構単純なんで、まあ、こういう狭いとことかは通りたくないね、なるべくね、うん、さあ最後のメインリンクや、メインフレームへリンクしに行くんですけども、まあ、ここですね。ここを開けてもらったら目の前にワープホール、まあ、ワープとかこれがあるんで、まあ、テレポートパッドのメインフレームをリンク、まあ、カタカナ多すぎてよくわかんないよな。ここもまあもう全然迷いとこはないですね、うん、はい、ドア開けてもらう、まあここ開けなくてもいいんですけど、で、リンク完了することによってパッカーパンチができるようになりましたと。ね、簡単ですね。もう5ラウンドですね。まあ言うて、まあ覚えちまえばもうほんと低ラウンドで改造ができるんで、でジャガノも確保できてると、まあ、あとポイント貯めて改造すればほらもうあなたも立派に20ラウンドって感じですね。ということで、まあ、これでジャイアントは以上となります。ご視聴お疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。